総長体とは中国の総代において木版印刷に用いられた会所の印刷書体、あるいは近現代において活版印刷に用いられている印刷書体。後者の書体は中国では総体と呼ばれている。当大に後期した木版印刷術が総代において流星した際、著者の実質を彫刻するのではなく、 農所家の書風に習って書体の様式を統一するようになった。それは観光地ごとの独自の書体を生むことになり、食漢本では眼神経の書風、石膏漢本では王葉順の書風、復建漢本では流行拳の書風に禁じしていた。北宋の石膏漢本は写し国本と呼ばれ、より写本に近い書体であった。安にとした南時代、当初は、 写し国本の復刻や模刻であったが、やがて闘争名家の詩文や随筆といった文学作品を主として刊行するようになり、そのうちリガンの棚北大街にあった民間書店が刊行したものを書棚本という。書棚本は写し国本を継承しつつもより簡潔で視覚的に整えられた彫刻書体を用いた。 書棚本のうち記の陳択書籍保が刊行したものが最も多く、後世に広く影響を与え、秋代中期にその書体を模倣した、総藩が刊行された。その書体が、いわゆる総長体、総体である。上記のように、総長体は、南宋、新記の陳択書籍保が刊行した、臨安書棚本に由来する。日本のいわゆる総長体活字は、昭和4年。 名古屋の津田三省道らが、上海、中華諸局の厚口総判をもとに製造した、総長隊をはじめとする。縦に細長い、長総体と重を同じ幅の、高総体が作られた。後に、大阪の森川流文堂が、上海、商務院所管をもとに導入した、流総体を作った。ありがとうございます。